桜さんは何を意識して、参加されましたか？あと隠し事ですか？あ、そうですそうです。いや、私は姫ちゃんも受けてたんですよ、オーディション。あ、オーディションね。はいはいはい、はい、オーディションがありましたよね。そうだ、そういう話した方がいいんだ。そうです、オーディションの話とかラジオで鉄板ですから。あ、そうだ、とりあえず聞いとけばまあ持ちますからね。俺の言い訳をする番組じゃねえんだよ。違います。ちょっと意識改めてもらっていいですか？失礼しました。はい、そう、多分隠しさんもオーディションでしたよね。あー、オーディション受けましたよ。そうでしたよね、はい。でやっぱり女性陣もバーッとオーディションがあって、うん、私はもうどうしても参加したかったので、うん、この作品に。多分最初に言われてたのは、それこそラスナとかを受けてくださいって言われてたのを、うん、はいはいはい、無理やりラスナとアミとイチコと姫と全部、うん、受けたね。全部受けました。もうどっかに引っかかれと思って、うん、で結果、最終的な二次オーディションに進んだのは、うん、アミと確か姫だったんですけど、うん、姫やって音響監督さんに、うん、闇が見えるって言われて落とされました。闇が見える、声の底に闇がある、うん、アミの方がいいんじゃないって言われて、うん、アミになりましたね。そうなんだ。はい。闇は消せなかったの？闇消してたんですよ。消してました。消してたんだ。根底ですか？わかんない、わかんないです。そっか。ちょっとだ、切れてましたもん。闇なんてないですけどって。あ、そういうとこじゃない？こういうとこですか、うん、闇ありますか、っていうのが多分欲しかったんじゃない？なるほど、うん、ちょっと精進します。そうだね、はい、なんでそんな喧嘩腰に精進しますって言われるか分かりますか？いやいや、なのでなんか参加できてとっても嬉しかったです。僕もです。以上です。番組前半はですね、読む仕事のコーナーでした。後半はバラエティーコーナーです。宣言。え、何、え、そうなの？なんか昭和の番組見てたな。後半はバラエティーコーナーです。最後までお聞き逃しなく。